皆様こんにちは。チェロのヘイデンボルク直樹です。今年は6月の15日に、アンサンブルラロピアノ四重奏団として、サントリーホールのジェンバミュージックガーデンで演奏いたします。アンサンブルラロの、名前の由来があるのですが、実は作曲家の、ラロではなく、ロベルト・シューマンのダビッド同盟の、ラロ博士から来ています。このラロ博士はシューマンが自分の2つの人格と言っていた、オイゼビウスとフロレスタンを、まとめる役というかなだめ役というか見守ってくれていた、クララ・シューマンのお父さんをイメージしたキャラクターがラロ博士です。ラロ博士に守られて私たちも、無事15周年を迎えました。アンサンブルラロは特殊なところといえば本当に多国籍というか4人とも、別の場所で生まれて、また別の場所で勉強をして、また別の場所に別の国で今生きているという本当に、文化的にいろんなものがぶつかり合ったアンサンブルでもあるんですよね。バイオリンのサーシャ・シツコベツキーさんは今有名なバイオリンの家系でもあるんですが、ユリアン・シツコベツキー、ドミトリー・シツコベツキーの家系のバイオリニストで、ロシア生まれで今イギリスでソリストとしても大活躍しているバイオリニストですけれども、ビオラのラズバン・ポポビッチさんは実は私が15歳の時にザルツブルグの音楽大学で一緒に初めての室内楽を弾いた仲間なんですよね。ハーゲンカルテットと弦楽トリオを一緒にたしなんだ15歳18歳の頃からの付き合いです。ダイアナ・ケトラーさんは、ラトビア生まれで、今はイギリスのロイヤルアカデミー、そしてジュネーブの、室内楽コースで教授をやっているピアニストで、本当に私は彼女のキラキラする音色がとっても好きなんですけれども、これまであと4人で一緒に、音楽祭もいくつか立ち上げているんですけれども、まず最初にドイツのキームガオ音楽祭、そしてブカレスト、ラズワンはルーマニア人なんですので、ブカレストの、ソモロ音楽祭、そして日本の神戸では神戸国際芸術祭といったものを一緒に立ち上げて、室内楽の4人の固まった世界というか本当に密な世界と、あとオープンチェインバーミュージックというかオープンな形で他の音楽も加えた、室内楽で、いろんな形の室内楽を一緒に楽しんで育ってきた仲間でもあります。今回演奏するのはブラームスとワスクス、ブラームスはもちろんおなじみだと思いますが、ワスクスはラトビアの作曲家で、まだ生きている作曲家です。ピアニストのダイアナさんが実はラトビア人で、ワスクスさんととても仲がいいんですが、宗教と自然と音楽のつながりっていうのが彼はもう本当に自分の心の奥深くにある人で、ワスクスさんがあと望んでいたのが、この曲を、ブラームスの第3番のピアノ四重奏曲と、カプリングすることは彼は本当に望んでいたんですよね。ブラームスの第3番のピアノ四重奏曲は若きウェルテルの悩みという、ゲーテの本を皆さんご存知だと思いますけれども、自分をその若きベルテルと重ねて、悲劇的なというか、恋が実らなかった、人物と重ねてイメージした曲、ブラームス自分がそういうふうにイメージを持っていたと、言われていますけれども、ブラームスとワスクスのもう本当に私たちアンサンブルのお箱である2曲たっぷりと聴いていただきたいと思っています。どうぞお越しください。